めちゃくちゃ嬉しかったです。率直にいつもこう2冊写真集を出してますけど、こうどっちも2冊は写真集のために撮影をしたもので、やっぱり気合の入り方もまた違っていたんですけど、こう1年間連載してきた、こうしてきて、もう素の表情であったり、こうスタッフの皆さんと試行錯誤をして作っていたものが1つじゃないか2冊になるっていうのを聞いてすごく嬉しかったですし、また振り返ってみるのはすごく楽しみでした。なので作っていただけてよかったなと思っています。そうですね、グラビア A to Z はもう名前の通り A から Z の単語をグラビアで表現しました。そして東京トリップはですね、私は去年に、上京してきて、まだまだ東京のことを知らない私が東京の名所を行って東京を知っていくというコンセプトで撮っていただきました。チームラボ、豊洲のチームラボとか浅草行きましたね。浅草に行ったり、あと葛西臨海公園とか、本当に東京のさまざまな場所に行きました。柴又とか寅さんにも会いました、はい、こちら皆さんから見向かって、皆さんから見て左の4つの写真のうちのまた左下のいただきますと手を合わせているシーンなんですけど、これは沢散歩の方で行ったもので、東京トリップに入ってるんですけど、沢散歩をどんどんいろいろやっていく中でどんどん食べる企画が増えていって、これもそのうちフッサに行ったやつなんですけど、私の大好きな中華料理を頬張ることができて、とても幸せそうな顔をしている私にとても、なんか良かったなって思ってこちらを選ばせていただきました。そうですね、もうさっきも言ったんですけど、本当に沢散歩はたくさん食べて、韓国、新大久保に行った時は韓国料理をひたすら食べたり、屋形船に乗った時は深川飯をいただいたり、もうたくさん食べ物を食べて、プッソに行った時はさっきのように中華料理もいただいて、とてもいつも楽しくて、その時はすごくお腹いっぱいなんですけど、思い出でこうやってフォトブックを見返したりオフショットを見返したりしていると、なんかまたお腹が空いてくるような思い出ばっかりで、そういうのはすごく印象に残っています。面白いエピソード、いや面白いのは身内ネタだけなんで、身内しか面白くないと思うんですけど、このフォトブックにするということで、この写真の撮影地でもあるんですけど、三宅島に行きまして、その時にメイクさんがですね、お誕生日を迎えられていて、それに私たちは全く気づかずに、あり合わせのアイスクリームとマンゴーでお祝いして、あり合わせの花束、お供え物とかで使う菊の花をプレゼントして、その後はすごい三宅島って星が綺麗にすごく見えるので、みんなで星を見て、いい日を過ごしました。ちょっとごめんなさい、全然面白くなくてすみません。でも私たちはすごく面白くて、今振り返っても今日も楽屋っていうか前控室でこう撮影一緒にしてくださったスタッフさんたちが来てくださって、そういう話で盛り上がったので、また来年もこうやって盛り上がっていけるといいなと思いました。いや絶対に聞かれるんだろうなと思って考えていて、でさっきも控室でスタッフさんと話していたんですけど、何点がいいですかね。いつもこう、何点にしようかな。まあ、2冊あるので224点にしていきます。誕生日ですねそれ。ちょっとやっぱり24という数字も好きですし、20歳にもなりましたし、2とか4に囲まれて今年は過ごしたいと思います。いつも見てくださっている方々、もう長い人だと4年と
かになると思うんですけど、ついに私のが二十歳になって最初に出すフォトブックが完成しました。フォトブックを撮った時はまだ18、19なんですけれども、二十歳の私と一緒にこのフォトブックも愛してください。よろしくお願いします。おお、まだ二十歳になって難しかったってないんですけど、そうですね、人の目を見て挨拶するようになりました。はい、写真でその、あ、写真でですよね、ですよね、そうですね、茶髪になりました。はい、あの髪を染めて、はい、茶髪になって、なんかスタッフさんたちからはすごく褒めていただけるので多分いいんだと思います。髪じゃなくて、体型とかは、体型ですか、体型そんなに変わってません、申し訳ないです。そうですね、体型別に何か突然変異することもなくて、健康にあの両親に育ててもらったので何も変わらず、はい、10代の頃の同じようにピッチピチに行きたいと思います。はい、そうですね、5年やってきて、振り返ればすごく長いんですけど、体感的にはすごく短くって、でもその短さの間にいろいろ学んだり、こうちょっとだけ失ったりしたものもあって、でも全部、あ、今は良かったなって思えていて、すごく悔しいと思ったこともあったし、やっぱりグラビアっていう、こう流れが激しい世界でこの5年間もやらせていただけてるのは、やっぱり周りの皆さんのおかげですし、ファンの方ももちろんなんですけど、やっぱりこの下から追い上げてくるものが今一番怖いですけどそうですね、この間もちょっと話題になったように、私のことを憧れてくれている女の子がグラビアを始めてくれたりとか、私を元にこうやっていろいろ広がっていってるっていうのを最近は実感できて嬉しいですね。始めたての時、私もっとしっかりちゃんとやるよって言っておきたいぐらいですね。どう迎えたかっていうのは、朝皮膚科に行く用事があったので皮膚科に行って、もしかしたら春のアレルギーがあるかもしれないねって言われて採血されたことですかね。で、私すごく血管が見えないらしくて、手首で取られて、で今日まだちょっと傷跡が残っているので、ファンの人に心配させないようにしなきゃなって今は思っています。やっぱり誕生日は皮膚科に行ったことぐらい、あと事務所に行ってマネージャーさんに誕生日を祝っていただきました。抱負はですね、ちょっと今はヘラヘラしてて申し訳ないんですけど、臆病にならないこと、すごく10代でいろんなことを知って、やっぱりこうネガティブになったり消極的になったりすることが増えてしまっていけないなって思っていた19歳だ、それを打破したいと思いつつもできなかった19歳だったので、20歳になってそれを軽々超えていけるくらいに臆病にならずにいろんなことに触れていきたいなと思います。本来ですとここで、発売イベントは終了なんですが、沢口さんがお誕生日をおととい迎えられているということで、サプライズがございますので、そのまま誕生日、あ、どうしよう、やばい、このどうやって反応したの、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん、いけますね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、で沢口愛花として活動を始めて5年ね、たくさん祝っていただけてるんですけど、なんかすごいこんなに年々ケーキがでかくなっていくので30歳になったらどうなるんだろうなと